どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、今のトロフィー数は私6852、シーズン最多トロフィー数でございます。そしてはい、こちら僕のですね最多トロフィー数がですね、はい、こちらですね、一番上6858なんですよ。あと6で僕のクラロワ人生における本当の最多トロフィーになります。次勝ったら、あーもう口から心臓が出そう、マジで。もうそれぐらいもうマジで緊張してて、今日朝からガーってやっててめっちゃ勝ってんですよ。直近で言うとめちゃめちゃ勝ちました、マジで。でもう最初朝はすげえなんか停滞沼だったんですけど、勝って負けて繰り返して、あーでごめんなさい、ちょっとレイアウト変えました、部屋のレイアウト変えちゃいました。気分転換したくて、もうもしかしたらこの気分転換っていうのが僕の中でのメンタル調整になってたかもしれないし、ね、ということで6900目指して頑張りたいと思います。もうやだ、嫌だとか言っちゃいけんよ、嫌だとか言っちゃいけないんだけどさ、ちょっとこればっかりはもう心臓が俺取れそうだわ。いきます、ていやばいよ、しゃあ手術しよう、手術します、いきます、やばい貧血になる、よろしく、手術します。さあ何デッキでしょうか、相手は。なるほどね、宮家ね、ラバか、ラバか、エリゴレライドルかもしんないよ、マジアチャのね。でもいい手札、いい手札、いやこれミニペでしょ、これミニペでしょ、うん、オッケー。ここはねまだスパーキー出さない、ここスパーキー出すとなんか負けるっていう経験がすげえある。え、なんだ、え、同じデッキじゃない、ミラー、待って、これスパイク出さないミラーだな、ミラーだ、待てよ、うーわ分かんねえこれ、ミラーの人初めて見た、初めてっていうかもうここ3日間でマジ初めてですね。で、雑歩早めに回しますけど、何オッケー、ザップあんのか、ザップ使ったよ、ガッ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 、こいつ一緒じゃねえ、やばいって、いや焦るな、焦るな、スリクラは焦るな、スリクラ焦っちゃいけん、集中します、みたいに言われてたけど、うわーやべえ、わーごめんなさい、俺貧血だ、俺ちょっと待って、俺貧血だ、貧血だマジで、なんか頭がクラクラするマジで、なんか血がさーって引いてくやつあるじゃん、あれになった今、うわーやばい、次勝ったらまさかの6900、うわー、キヨキヨテンション上げてキヨ、キヨキヨテンション上げてキヨ、いやもうテンション上がってるからキヨキヨ落ち着いてください、キヨキヨ落ち着いてください、マジ落ち着いてくださいだわ。相手のデッキ見ます、ゴブジャイスパーキーの矢の雨ダクプリミニペ、なんかちょっと結構むく、アイスクエイクのレベル12、なんなんこの人、展開とか言ってんじゃない、展開言ってない、6943の人か、展開一歩届かずって感じじゃない、じゃあ一回水飲んでいい、はぁ、あ、行くか、いやぁ、あ、また言うの忘れた、
応援してくれた方はぜひとも、キヨキヨ、クリエイターコードキヨキヨよろしくお願いします。はい。いつも動画の配最初に言おうと思って、いつも忘れちゃうわ。行くのマジで行きますか。ちょ、一回、待ってね。これはね、タイタイにもらった。タイタイって僕の小学校からの友人のタイタイにもらったタンブラーですね。二十歳の時にもらったから。やばい、マジで貧血だ、貧血だ俺、貧血だ俺、貧血だ俺っていうなんかモンハンのキャラいそうね。行きます、行くわ、失礼します。ラバ、枯渇ペッカ引くな、ラバ、枯渇ペッカ引くな、ラバ、枯渇ペッカ引くな、行きます。えっ、6900、行きます、よろしく、失礼します、集中、集中します。 OK、 いいデブだ、ホグ、ホグ来い、待ちます。来ないっすね。いや、でも、来た。これはメガナイト、メガナイト、ホグか、メガナイト枯渇だと思います。なんで、ミニペト、ミニペトマスケを大事にしていきます。来ましたね。オッケーオッケー、欲しい。さあ、こうザップ打つか、こう打ちましょう。オッケー、このマスケ流して、マスケは出しちゃダメなんですよ。ごめんなさい、マスケ出しちゃいました。マスケ出しちゃダメです。インドラを突破できないんで、このデッキは。もうケンさんに教えてもらいました。なんで、このデッキは、はいはい、オッケー、ナイス。いいよ。残り5分で終了してこう。OK っす。終了します。絶対に勝つ。おいしくね、いやー、グッドゲームや。いや、悔しい。いやー、悔しい。グッドゲーム。いやー、このね、きついんだよな。なんだろう。ちょ、リプ見返します、リプ見返します、後ほどリプ見返します。これね、ちょっとなんか相手の口車っていうか、相手のなんかこう肩車、口車に乗せられてる感じで、肩車に乗せられても何もないか。わー、6852。うわ、戻った、やめてくれよー。いやー、もう一回行こう、いきます、勝ちましょう、マジで勝ちましょう。一応相手のデッキ見ときますね。いやー、メガネと効果ですね。いきます、はい、お願いします。よし、よろしく、待ちます、いい手札、待ちます。待ちます。相手動かなかったら、なるほど、これはクロスか、キャラか、ホグ、まあでもホグ、あー、これなんかあれ、ホグって26ホグの時ってあれ、後ろからマスケ出さない、出す出さないみたいな、なんすかそのデッキは、スケラ的な何かですか。さあ、いやー、いやー、でもゴブジャイ悪さしてるよ。
オッケーオッケー、ゴムじゃ入ってる、ゴムじゃ入ってる。さあ、マスケ守りどうでしょう。マスケ守りどうでしょう。ポ、なんすか、バルーンか。ペッカ、ペッカバルーン、なんていうデッキなんですか、あなたは。オッケーオッケー、あだばー。いやー、俺バルーンとさ、オッケー、おいしい。フリーズフリーズ、バルーンとペッカ嫌なんすよ。なんで詰め合わせ、詰め合わせ、カートペッカ後ろ、いやー、17時のアラーム、うーわー、うーわー、なんなんすかこれ。いやー、まあ相性、相性悪いのはもう目をつぶるしかないね。もう忘れるしかないっすわ。うん、忘れて次につなげるが一番いいと思います。うわ、6戦目も下がったわ。バッ、こっから3連勝見せたろ、マジで。こっから3連勝すればいいんでしょ。しゃあ、余裕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 だよ、俺余裕だよ。よろしく、ちょ、集中。待ちます。うわ、なんすかそれ、なんすかそれ、コウモリ切っちゃやばいかな。ゴブリンスケ、ゴブリンアイスピホグ、ゴブリンホグ、なんすか、ゴブリンホグって。メガナイトホグ的な、違う、わからん、わかりませんわ。ロケッティングオベーション、なぜこの人はロケットを持っていたのか。マジか、ロケットかよ。でもなんか窓すごそう、窓取ってそうだから、なんかうわーうわー、すごいっすね、あなた。すごいデッキっすね、マジで。ロケッティングオベーションあります。え、なんすかそのデッキ、トレネファルチェホグみたいなやつ。ロケットですか、ロケットですか。あー、ロケットです。ゴブリン乗ってます、ゴブリンが乗ってます、罪のないゴブリンが。よし、逆さいきます。違うな。うわ、くそ。
うわ気づいた。削ってきてますね。いやここは見た方が良かったか。よし、ここでパワー込めていこう。 OK。 2周目相手も分けてみるか。いやーこれあれだな、防戦一方だな。オッケー、いけいけ、ワンチャンある。くっそ、うわーもうきっちー、マジトロ上げ。いやーこれがさ、もう朝から晩まですよ。うわぁ、うん、いやぁちょっとね、いや悔しい。まあただ一つ裏返すと、サイダーとの更新できたのは良かったかなというふうに思いごめんなさい、いうふうに思いますね、マジで。いやぁ、いやぁ天界の道はマジで凄まじいですね。もう次回マジで6900、いやもうごめん6900超えちゃってるかもしれないから、次展開到達なるかの動画かもしれないからね。ということでマジで、楽しみにしていただければなと思います。今日もご視聴ありがとうございました。キョキョチャンネル登録、こちらポチチャンネル登録していただけますね。次回の動画も見逃さず見れると思いますんで、ぜひともチャンネル登録お待ちします。すいません、なんかもう負け試合ばっかりで。そしておすすめ動画ありますので、まだ見てない動画ある方ぜひともチェックしてみてください。あ、そして応援してくださる方、クリエイターブースト、キヨキヨお待ちしております。ということでご視聴ありがとうございました。